どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。ということでね、ルナちゃんと一緒にやっていきたいと思いますね。今日何があったか知らないですけど、一日いじけてるんですよね。元気出せよってね。まあでも生き物だからね、人間と一緒でそういうね気持ちの日もあるのかなと思いますので、温かい目で見守ってあげてください。はい、というわけでね、今日はルナと一緒にやっていきたいと思うんですけども、その前にオンラインサロンの方始めましたって見えないですよね。ごめんなさい、髪ちっちゃいんですよね。はい、オンラインサロンの方始めましたということでね、こっちでは、相談の方にも早く乗れてます。で、みんなでね、Zoom でお話ししたりしながら、直接ね、会話をしながら問題の解決とかにもね、できてますので、もしよかったらね、困ってることがあって、子犬ちゃんで特にね、これからが不安だよっていう方はね、特に最初の1年間入っていただいて、様子を見ていただいてもいいのかなと思います。ね、お守り代わりに、わかんないことね、何でも聞いていただいて、少し安心していただければなと思いますので、もしよかったらね、こちらの方ご利用してみてください。はい、ではね、説明の方に入っていきたいと思います。トイレシートを、トレイから、取り出して、トイレを、トレイの上で、してしまうんですが、どうすればいいですかっていうことですね。はい、お答えしていきたいと思います。で、皆さん聞いてえってなりますよね。自分も最初えってなったのでちょっと説明しますね。トイレシートを、ペットシートですね、トレイの中に入れた状態からトイレを取り出して、で、トレイの上でしてしまうっていうことですね。なので、分かりやすく言うと、ペットシーツの入ってないトレイの上でおしっこしちゃうっていうことですね。どうしたらいいですかっていうことですね。お答えしたいと思います。これね、単純に引っこ抜かれないようにするしかないのかなと思いますね。これね、本当にね、こんな単純な答えで非常に申し訳ないんですけども、もうちょっとね、言葉を足していくと、例えばね、ペットシーツって、まあ、厚めのものとね、薄めのものがあるんですよ。薄いタイプのやつは、おしっこ吸わないんで、いいとこ1回かギリ2回って感じなんですよね。ただね、薄い分だけもちろん上に出っ張ったりしないから、中にはこう厚いタイプのモコモコしてるやつだと、それをね、なんとね、あの網の上から引っ張り出すっていう荒技をする子たちが中にはいますね。なので、その場合はモコモコしてるところで上から引っ張り出されちゃうときは、薄型のタイプにしていただくといいのかなと思うのと、さらにですね、間からこう横から抜く、なんかこうハンバーガーのお肉の部分だけ抜くみたいなことやる子いるんですよ、ね、でそれは本当にね、ペットシートの中に綺麗に畳んで入れたのに、ほんのちょっとね、端っこがこうピヨッとか出るんですよ。ピヨッて出たやつをこう気にして、そこから引っ張ったりとか、まあ、うまくね、抜いて遊んじゃったりする子たちがいるのかなと思いますので、抜かれないようにするためには、厚型のものだとね、折りたたむと閉まんなかったりとか、閉まったとしても上からやられたりしやすいので、個人的にはもう本当に脇から抜いちゃう子の場合は、薄型のものを折りたたんで入れるようにして、折りたたんで入れてもダメな子はもう折りたたんだ上に、その上からガムテープで貼ってって、まあちょっと面倒くさくはなっちゃうんですけども、ただ何にもないね、トレイの上でされて一回一回洗うのも大変なのかなと思いますので、トイレシートをね、トレイの上でちゃんと、抜かれない状態でね、できるといいのかなと思いますので、そんな風にしていただければと思います。はい、というわけでね、まあ、分かりやすく言っちゃうと、本当にね、いたずらはもうするのはワンちゃんしょうがないですね。暇だとするのかなと思います。ワンちゃんってね、やっぱり大人になって、例えばね、5歳とか10歳とかって言っても、ボールで遊んだりとかね、人ともね、トレーニングしたりするじゃないですかね。で、ワンちゃんは基本的には遊ぶのが大好きで、何歳になってもやっぱり子供じゃないけど遊び心は残ります。なのでね、ちょっとそういう隙を見つけると、もしかすると大きくなってもやる可能性はありますので、例えばね、このトイレトレイっていうのもたくさん種類があって、中にはね、なんかこれちょっと取り出しにくそうだなとか、なんかちょっと高さがあるやつとかもあったりするので、もしね、よかったらこういうのだったら抜きにくいかなっていうのを探してもらってもいいのかなと思うのと、あとは本当にね、一回一回大変なんだけども、なんか抜かれないように、ね、周りを例えばこう引っ張り出してうまく抜いちゃう子だったら、抜かれないようにね、最初に周りを切っとくとか、あとはね、折りたたんどくとか、なんかそういう工夫が必要になるかもしれないんですけども、まあ、ぜひね、そんな風にしてやっていただければと思います。はい、というわけでね、トイレの悩みはね、ワンちゃん飼ってる限りずっとついて回ります。なので、なんかのね、解決方法を考えていただいてもいいのかなと思うんですけども、まあ、抜かないように教えていくっていう方法もあったりとか、あとはね、ある程度年齢が上がってきて、いたずらしなくなっちゃったら、まあ、トレイ置かなくてもね、シートだけでやってくれるっていうことも出てくるのかなと思いますので、まあ、そこはね、お湯様子を見ながらにはなっちゃうんですけども、まあ、トイレの悩みはね、急ぐと後が大変なので、今ね、ちょっと面倒だなと思っても、しっかりやって教えてあげて
げた方がいいのかなと思いますので、ちょっと年齢書いてないんですけども、こういうことするのって結構うちで見てるとね、若い子たちが多いのかなと思いますので、若いうちだけでもねしっかりやってあげると、そのうちいたずらの癖は抜けていくことがあるのかなと思いますので、今すごく大変だと思うんですけども、一時的なもので、ゆくゆくしなくなっていくものだとは思うんですけどね、ぜひね皆さんもトイレの悩みはね後回しにすると大変なので、今ねちょっと大変でも向き合ってみてはいかがでしょうか。Thank you.